だこんにちは、慣れましたもん。落ち着いてます、はい、こんにちは。まあ、原監督がね、はい、まあ、例えば DH 制とか、はい、で DH 制を取らないとパ・リーグに勝てない。なるほど。で今年のオープン戦見てると、うん、パ・リーグの方がなんか強い。ああ、わかりますね。打者見てもパ・リーグの選手の方が振るのが強い。強い、ね、うん、強い。どうしたらいいですか。いや、これはね、俺はDH 制を導入するもしないも、まあ、どちらでもいいと思ってるの、うん、これはもう野球ファンの方たちがセ・リーグも DH 制を導入して、うん、パ・リーグのような野球をして楽しませてもらいたいっていう野球ファンの声があるんであれば、俺はセ・リーグも DH 制を導入していいと思うんだよ、うん、また反対にやっぱりパ・リーグとは別の野球が見たいと、うん、やっぱり1点差3点差までであればね、どんないいピッチングしててもやっぱり3打席目ぐらいは変えなきゃいけない。でベンチの選手もパ・リーグだったら1試合戦うのに12か13ぐらいで戦いんじゃないの、駒は。まあそうですね。でしょ。セ・リーグの場合、原監督とこの間話したんだけどね、宮崎で去年おととしでも、掛布さん1試合使うのに18人、多い時は20人ぐらい使って1試合戦わなければいけない。まあそうですね。でもうちょっと落ち着きたいんですっていうコメントをしてたんだよ。だそれはやっぱり DH 制というものに対するああいう落ち着いたそのレギュラーを中心としたそういう野球を監督はしたいんだろうなと。だから85年の阪神さんなんてのはすごく理想の形ですよねってわけ、うん、ただまあ原監督と話した時にね、うん、レギュラーを一人増えるじゃないかっていう話をされたんです。そう、まあ、確かにそうだなと思ったけども、うん、加藤さんが言うように DH を使っちゃうとベンチに入ってる野手をほとんど使えないんですよ、ね、ほとんど使えない。いや、それだったらDH を使わない方が選手には多くのチャンスがある、うん、多くのチャンスがある。こう加藤さんどう思います。いや、私はどちらかというと DH 制なしをしたいタイプ。うん、やっぱそこで監督の駆け引きがあったり、あったベンチのさ、やっぱり中の動きってのが勝敗を左右するじゃない。大きいですよね。どちらかというと DH 制って、僕2軍監督の時 DH 制だったから、だからほとんどあんまやることないんだよ。つまんなかったでしょ。つまらないの。やっぱ駆け引きができない。あ、ピッチャー交代だとかもある程度球数だとか、うん、イニングで変えていくから、まあ、2軍の場合は勝ち負けをそんな気にする戦い方じゃないんでね、選手の育成ということで使っていくんだけども、ピンチヒッター使うのも、まあ、2打席2打席だよとか、チャンスだからお前行ってくれだとか、そういう駆け引きはないんだよ。だからベンチのやることってのはすごく少なくなるんですよね、うん、で、まあ、だから DH があるからないからセ・リーグが強い弱いじゃないじゃないと思う。俺そうでしょ。じゃないと思うんだよ。それで例えば今年、うんうんうん、まあ、巨人はもう2年連続、はい、日本シリーズで8連敗してますよね、はい、だからまあ巨人じゃないとすれば、うん、パ・リーグに勝てる、ここだったらチャンスあるんじゃないかというチームはどこだと思う。阪神だろ。かっこいいですね。なんか藤浪という切り札もやがいるし、藤浪は球が強いからなかなか打ち返せない。打てない打てない。それでちょっと荒れるから、それパ・リーグ振ってくるからね、藤浪のボール球も振ってくれると思うんだよ。で今年の藤浪はそんな抜け球も少なくなってるし、スライダーっていうか変化球でね、結構カウントを整えながら150キロ台のストレートをうまく使うような、ちょっと今までの藤浪とちょっと組み立てが変わってるような組み立てしてるわけで、その藤浪という切り札がいるから、俺は。それと佐藤がいるでしょ。あれはもうパ・リーグで負けないパワーあるだろう。ただ打てますかね。千賀だろう。いや、まあソフトバンクだとしたら千賀だから。あとね、このこれいつ流れるかわからないけど、オープン戦の最後オリックスなんだよ。これで金土日だと思うんだよ多分。そこで山本山村って投げてくるでしょ。山岡ね。あ、山岡、田島、この辺りが投げてきた時に佐藤がどう対応するかっていうのすごく楽しみなの。最後のオープンで3連戦オリックス戦があるから京セラで、そこで佐藤がもしもそういう速いボールに対応できるようなことがあると、ソフトバンクさんにセ・リーグで挑んで勝負できるのは俺は阪神なんじゃないかなと思うんだよ。
他は中日のやっぱ大野という切り札がいるから大野かな。中日でもボールの強さから言ったら藤浪、藤浪なんだよ。でもあそこがじゃあ打てるかっていうとさ、あなかなか厳しいんじゃない。いやまあそれはでも阪神もそうでしょ。まあそうだよ。だからそれはね、だからね、じゃソフトバンクのあのバッターが楽天のあの強力な先発投手に打てるかね。打つんじゃないですか。打つかよいやいやマー君は結構相性いいんだってな。そうなんです。ソフトバンクにね。そうです。だそれがあるとマー君もちょっとイメージが変わった。変わってるね。ちょっと変化球ピッチャー、ね、変化球ピッチャーってる。スライダーとか落としたりとかね。まっすぐじゃないんだよな、うん、でもねこれソフトバンクと戦う時にこれ二軍監督の時に俺感じたのはね、ソフトバンクさんは強い球は強い、うん、ゆる球に弱いね。でしょ。だから俺は二軍監督の時あのキャッチャーの山田っていうコーチに、お山田ちょっとカーブを多めに使えと、ゆるい球持ってるピッチャーがいるんであればゆる球を多く投げさせろよと。だから俺新聞でも書いたことあるんだよ、巨人とあの去年の日本シリーズ。いや僕も巨人の先発、うん、高橋優輝でいいって言った。ああいうタイプ、こうチェンジアップをこう抜けるチェンジアップを持ってる左がいいんです。そう、山本昌とかな。じゃあ藤浪ダメじゃないですか。いやでも藤浪はもっと暴れるから、はい、それを勝る強さあるから。なんか全然説得力ある。あるあるある藤浪のポテンシャルを言うたらね、まあ速い強い球でももう一つ上いくから。なるほど、うん、で他に阪神で抜き球を持ってるピッチャーっているんですか。だからそれが難しいんだよ藤浪4戦先発するわけにいかないだからもう稲尾さんみたいなもんだよ。藤浪雨藤浪みたいなそれゴンドさん。あゴンドさんだからでも打線とかも考えた時に7戦であればね、そのピッチャーのバランスを考えて外国人野手を2人入れることも可能なわけじゃない、はい、そうなると打線の強さをうんって考えた時に阪神っていうのは可能性あるんじゃないかなと思うんだよ。いややっぱあると思いますよ。そうです、うん、俺はあると思う。ミスさえ投げればね。うん、ただそこなんだよまあミス考えなくてもやっぱ阪神が一番。だから俺セ・リーグで可能性あると思わない。はい、いやだからそのオープン戦も、うん、相当勝ってるでしょ。まあオープン戦とはね、あのバカにはできないけど巨人は勝てなかった。そうなんですよ、巨人勝てないでしょ。阪神勝ってる。やっぱりもう苦手意識があるんでしょうね。あるのかな。もう顔も見たくないんじゃないですか。いやだから俺ね、菅野君が新しいコーチの縦割れのカーブを置いたっていうのは、はいはい、まあ、自分のストレートの全盛期のキレがなくなったってこともあると思うんだよ、はい、それもあると思うんだけど俺強いだけではソフトの打線を抑えられないって。そうなんですよ。だから俺ね、あの縦割れのカーブを投げるようになったんじゃないかなと思ってるの。どう思う。いや絶対そうだと思います。だろう、はい。ただ巨人は頭の中はもうソフトバンク倒すことしかないですか、うん、ね、だからキャンプ行った時もね5メートルぐらい前からバッティングしたら入ってる。それどう思います。ダメですよね。俺はダメだ。曲がないね。だからね、岡本君が肩が入りすぎちゃった。もう入れとかないと間に合わない。入れとかないと間に合わないから、あの入れたら開くだけじゃない、うん、だから俺は速いボールを打つためにそれ以上の速いボールを打ったりマウンドを近くしたりだって俺は反対なの。緩いボールを打てってタイプなの。逆にね、逆にちゃんと間を作れという。だから落合流が俺が速い球を打つためには一番いいと思うんだよ、うん、ちゃんと間を作りなさいというですよね。まだよね。 OK 読んできたよ。何で時間を読んできた何分いやいや12、3分だろまあよくご存知で、読んできた。もう何回も出ていただいてるから、ね、ちょっと思い出してきた。思い出してきました。なるほどね、うん、はい、まあでも加計夫さんがこう現役の時に、うん、まあ、僕も現役の時に、はいはい、こう教わった技術と、はい、今の技術って全く変わってきてるでしょ。変わってきてるな。打ち方も全然違うんだ。違いますよね。やっぱりちょっと今レベルだよね。だからその話っていうのは、うん、次行きましょう。そうやね、はい、もう10分だしな、はい。